ちは。こんにちは。豊さん、はい、交流戦も、ね、いよいよスタートして、まあ、白星発進したあのチームもあればもちろんね、もちろんだよ、もちろん黒星もいるわけで、引き分けなかったな、なかったですね、最初はな、はい、でも今日は分かんない、まあそうですね、2戦目どうなるか分からないですけど、うん、まあ初戦巨人が梶谷選手もまあ離脱になりまして、どんどん離脱者が出てくる中、まあ若手主体 の、 そのチーム編成で初戦勝ちましたけど、伊藤さん、このあたりはまずどう見てますか、巨人。まあ、最近の傾向とするとさ、コロナの影響があったりだとか、はい、そうするとチームが一つになりやすいんだよね、やっぱ危機感があるから、はい、それとはまあ与えられた、まあ、チャンスを与えられた選手たちが躍動するという、だからいい準備といい管理ができてるんだと思う。で巨人なんていうのも、まあ、1番に松原使ったりだとか、はい、まあ、吉川はちょっと前から3番打ったりとかしてるんだけど、だけどそういう人たちが躍動するとかね、そうです、だからまあもうマグマを溜めてたように一気に噴火するみたいな、そうですよね、あだから頼もしいよね、あので若手にとってもやっぱここがチャンスだって思って、そのマグマが噴火するように試合でこう躍動して点取ってっていう、うん、そうアピールにもつながって、まあつながるよね、ただ長続きしないとね、短期の怪我だとかさ、そういうことではないから、うん、やっぱり1ヶ月近くかかるんじゃないかっていうふうに言われてる怪我だからさ、梶谷選手、まあ、梶谷は肉まらだったら1ヶ月はかかるよね、はい、まあ、坂本も骨折でしょ、はい、まあ、そうなったらやっぱり1ヶ月は絶対いるし、うん、戻ってきて同じようなパフォーマンスができるかっていうとさ、またちょっとね、これはやっぱこう様子を見ながら使っていかなきゃいけないケースもあるだろうし、そうですよね、だからその若手の躍動、松原なんかね、もう本当にオープン戦の時からもう一生懸命頑張って、うん、でも梶谷がいるから出れなくてみたいな、うん、テイムズが出てきて怪我したら俺かなと思ったらオイラーだったし、はい、みたいな、まあでもそれでも腐らずね、うん、よく頑張ってたよ ね、 そうですね、だからその結果がやっぱ活躍につながってるしね、はいはい、あとピッチャー陣で言えば、まあ、菅野投手、まあ、エースがずっと抜けていて、あと今村投手が下に落ちて、ピッチャー陣、あと中継ぎが今ちょっとね、うん、大変という中で、うん、ピッチャー陣もこうということは若手が下から上がってくれるチャンスっていう、まあ上がってくるけど、まあ平内はやっぱちょっと残念だよな、そうですね、まだやっぱちょっと時間かかるよね、はい、まあ、チャンスは与えてるんだけど、うん、掴み取れないという、まあ、現状があってね、はいはい、そんな中でですよ、うん、今日の楽天戦、はい、先発横川投手、いよいよ、まあ、去年もあの一軍の、まあ、ちょっと投げたよね、はい、うん、今季は初の一軍のマウンドということで、うん、実はイースタンリーグで防御率、うん、何リーグよ、イースタンリーグでいいんだよ、まず思って、イースタンリーグで防御率、うん、それから勝利数、うん、勝率も今トップなんですよ、うん、この前はね完封したんだよ、うん、あ、そうそうそう、ロッテ戦相手に、はい、それを俺たまたま見てたんだよ、あいいピッチャーだなと思いながら、うん、で9回バタバタしたんだよ、あこれ完封なくなるかなって思うぐらいピンチになったんだけどさ、阿部、うん、監督が変えなかったね、やっぱよく分かってるのはそこ乗り切らないと完封の意味ないよって、うん、勝つ意味がないよっていうのをやっぱり阿部監督なんかよく知ってるよね、だからファームは逆に教育の場だから変えなかった、変えなかったで切り抜けて完封したんだけどさ、はい、やっぱりいいピッチャーだよな、あの、まあ、左ピッチャーなんですけど、豊さん見た感じはどういったタイプのピッチャーでした、どういったタイプ、ちょっとね投げ方が綺麗なんだよね、だからタイミングの取りやすさはあるにしても、はい、まあ、ボールの力もあるし、うん、変化球でストライクも取れるし、うん、なんかとっちらかることはないけどもまとまりすぎてるかなっていうようなちょっと印象はある、あとなると、うん、こう打たれやすくなってしまったりとか、まあ、タイミングが取りやすかったりとかね、とかで、まあ、でも球威もあるし角度もあるし、うん、だから面白いピッチャーだよね、あ、そうなんですね、うん、いいピッチャーだよ、これが育つと大きいよ、なんかこう原監督とか今年の、一軍のキャンプ、うん、初期キャンプにも一軍帯同させて、うん、結構こう手厚く、まあそうだよね、はい、見ていた選手みたいなんですよね、いやいや期待感はものすごくある、俺もあるもん、お楽しみだもん今日、楽しみ楽しみ、打線が楽天ですよ、楽天打線、うん、大丈夫ですか、楽天打線は避けるところがあるんだよ、はい、だから例えば簡単に言えば浅村を避けるとかさ、うんうん、
だからあそこはね、左バッターの優秀なバッターがたくさんいるんだよ。鈴木大地にしろ、はい、ずらっと左がいるんだよね、うん、まあそこはあんまり変えてこないと思うんだけど、左対左を抑えられるかどうかだよね。ポイントは、ポイントは、うん、特に左ピッチャーっていうのは左バッターに打たれるケースが多いんだよ。でホームランじゃなくてアベレージを残されるという、うん、腹からもうセンターから左に打っていくとかさ、まあ、そういうことは徹底されると非常に苦しいと思うよ。ただ一つ抑える要因とすれば、インサイドに要求できるかどうかだ、キャッチャーが。で要求通りにそこに投げれるかどうか、そしたら勝てる、勝てるだけの要素を持ってる、うん、勝てるとすればそのマスクをかぶるキャッチャーのサイン通りに投げられるかとか、うん、だからね、ぶつけてもいいから、はい、このぐらいのつもりでインサイドバンバン投げるんだよ最初、うん、いや本当に5回までに2点ぐらいまでやっていいよ。2点まではそれデッドボール絡みで、そのぐらいの厳しいインサイド攻めを左バッターにすればもう絶対勝てると思う。逆に相手打線にはまっちゃったり自滅するとするとどういう負け？それはインサイド使えないっていうことで。ああ、インサイド使えずに負けていく。ああ、このピッチャーはインサイドは投げづらそうにしてる、うん、ああ投げたら引っかかって外に来る。だいたい9割方外っていうふうに考えると、うん、全部いかれる。じゃあもう鍵はそのインサイドなんですね。そうそう、それだけでいい、それだけでもう難しいこと考えなくていい。だからキャッチャーでもミーティングでお前勝ちたいのか負けたいのかって、うん、いや勝ちたいですって当然言うよね、はい、じゃあインサイドにきっちり投げてこいって、うん、左バッターの、うん、そしたら勝てる。何回まで、何イニングまで行ってほしいですか、豊さん的に。あのね、パ・リーグのバッターって早打ちが多いんだよ。結構もう初球からバンバン降ってくるから、うん、球数っていうのはそんなにいかないと思うんだよ、ストライクが取れれば。ただどちらかってると勝手に球数は増えるよ。だけどあの横川の投球スタイルを見てると、はい、どんどん行くんだよ、はい、だからそう考えると7回ぐらい行ってくれないと苦しい。7回なんだよプロ今年初マウンドで7回か、まあ、チャンスじゃねえかお前。チャンスなんですよ。違う違う、5回でもうヘロヘロで降りたって言ったら信用取れないから。確かに巨人7回投げき、おおすごいな、7回投げきっちゃったよみたいな。そしたらそこにもう先発ローテ入れるわけですよ、ね、可能性がある。だって今村が落ちてるわけだね。だからそのチャンスを生かすにはもう7回ね、110球、7回110球、うん、失点は3、失点3ぐらいでいい。あとは味方が取ってくれると。今のね巨人の打線だったら俺は取ってくれるんじゃないかなって思うけどね、うん、まあ相手が滝中でしょ。滝中投手と投げ合う可能性、まあ滝中だったら、はい、まあ大丈夫、いいピッチャーだよ、うん、いいピッチャーだけど 3,4 点の勝負にはなると思う、うん、だ3点で抑えとけば、だからもう完封とか、はい、そんなこと狙わなくていいから、まあ、とりあえず立ち上がりは左にぶつけるかもわからないと思って、うんうんね、ぶつけても臆することなくどんどんインサイド行けばいいんだよ、うん、そうですね、そうそうそう、そしたらね勝機は開けてくる。おお、俺はそう見てる。いやちょっと頑張ってほしいですね。いやあのね楽しみなピッチャーなんだよ、うん、本当にね物は素晴らしくいいから。もともと大阪桐蔭なんですね。そう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 、うん、でやっぱ彼にも意地があると思うよ。まあ、ヘナが入ってきてドラフト1位で、ね、ああやって優遇されて1軍に、ね、呼ばれてみたいな、え俺はという気持ちはあったと思うんだけど、まあ、チャンスだから、うん、もうぜひものにしたいよね。そうですね、ものにしてほしいし、今日の結果というか今日の試合が楽しみですね、試合内容が、うん、そうだね。ファームでやっぱり頑張ってる姿もたまにこうファームの試合とかやってるから見てると、はい、やっぱ面白いよね、一生懸命やってるし、うん、若い子がミスしながらも何かをつかみ取ろうとする姿、うん、で縁がないのが秋広、おい出ろよお前で、おいどこ行ったんだみたいな、あの結構注目されてたじゃないですか、はいはいはい、キャンプの時、はいはい、佐藤選手と秋広選手って、うん、それが秋広選手がちょっと今置いていかれて、いやそれはね佐藤と秋広を比べたらかわいそうだよみんなそのこぞって比べたけど、うん、それはね今の段階では佐藤は飛び抜けてるから、まあそうですね、それはかわいそうだったけど、はい、まあ秋広の場合はやっぱりずっとキャンプから一軍帯同でオープン戦も使ってもらっていい経験したと思うんだよね、うん、その壁に一回当たるよ、やっぱこのままじゃダメだ、一軍ではこういう球をこう打たなきゃいけないとか、いろいろあの子は多分賢い子だから、はい、多分いろいろ考えてると思うよね。で使うタイミングもいろいろ阿部監督も考えてると思うし、はい、で悪い時に無理やり使うことではなくて、まあ 2,3 年かかると思うよ。あ、そうです。
もうしっかりしたものができるには今年中に一軍に上がってくるとかそういうことではない、まあ、可能性はあるよ、うん、可能性はある、経験をさすという意味ではね、はい、でも本当に一軍の選手かっていうと違うよね。まだ、下で1割台、まあそれはね、なかなかやっぱりね、高校からポッと来て、うん、バンバン打ったらそれはプロはね、もう面目も立たんよですね。プロで何してたんだろうって、お前何してたんだって言われるよね、うん、佐藤だってアマチュアから入ってきて、はい、バカバカ打たれて、はい、ホームランの方でもさ取られたら、うん、プロ何やってんだっていうことになる。まあそうですよね、うん、まあそういう意地もあるだろうしね、はい、で秋色っていうのはこう最初目立っちゃったからさ、そうですね、身長とかね、それはね、目立った選手や、うん、お前マウンドだったらどうする、森内絶対抑えてやろうと思うでしょ。いや思いますよ、やっぱね、そういうものがね、やっぱまだある。あ、でもそれを乗り越えていかなきゃいけないんだけどさ、はい、うん、だけど物はいいから、うん、今はねそういう低迷はしてるけど、はい、必ず 2,3 年後には出てくるよ、うん、まあ、でも巨人のねピッチャーもそうですし、バッターも野手もそうですけど、そう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 、ちょっと若手がねここでこう突き上げてくるような形になってくると、うん、またチーム的にもやっぱ ね坂本、岡本とか、はい、巨人のドラフト1位じゃない、うん、そういう人たちがやっぱ出てこないと強くなるのよ、本当に、うんね、そういった存在の選手がってことだから、レギュラーの器だっていうふうに思わせるような子が出てこなきゃダメだよっていうこと、うん、そうですね、うん、だからその横川とか、はい、秋広とかはそういう素材だから、うんね、エースになれるぐらいの素材だから、だから頑張ってます。もう本当期待したいと思う。今日楽しみです。今からね、試合楽しみにしたいと思います。ね、はい。